岡村幸四郎は、日本の政治家。埼玉県川口市長、埼玉県議会議員、川口市議会議員を歴任した。埼玉県川口市出身。川口市立12月伝小学校、川口市立12月、田中学校、埼玉県立浦和高等学校、早稲田大学法学部卒業。1976年4月。 東京不動産株式会社に就職。1977年4月、川口市役所に転職。1987年、川口市議会議員選挙に出馬し、初当選。1991年4月、埼玉県議会議員選挙に出馬し、初当選。1995年の県議選で2期目の当選。1997年5月、 川口市長選挙に出馬、初当選を果たす。2009年5月17日執行の市長選で4期目の当選。2013年5月19日執行の市長選で5期目の当選を果たす。投票率は29.18%。2013年12月25日、在職中に、旧成人不全のため死去。信十四4位、受局日中受賞。 2015年4月26日投開票の川口市議会議員選挙に次女の岡村由里子が無所属で立候補し1万票を超える高得票で第1位で初当選した。その後2019年4月7日投開票の埼玉県議会議員選挙に南2区から出馬し3万票以上を獲得しトップ当選。ありがとうございます。